こんにちは、藤本千佳です。今日は生活発表会の出し物でオペレッタを考えている皆さんにおすすめの講座をお届けします。今回取り上げるのは大きな株。絵本としてもよく知られているロシアの昔話ですよね。生活発表会では定番の作品と言ってもいいので、ぜひ取り組んでみてください。登場人物が増えるたびに弾く場所やテンポに変化をつけるとメリハリがつきます。グリサンドについて、この弾き方なんですが、爪を使うようにしてください。ここ指の関節を使って弾くと皮がめくれて血が出てしまいます。爪を使って優しく軽くスーッと流すように弾いてみてください。エンディング。子どもたちと一緒にそういった内容についても話し合いながらオペレッタを作り上げてみることをおすすめします。曲の楽譜は
保育イズの無料会員登録をするとダウンロードができますので、この機会にご登録お願いします。それでは皆さん頑張ってくださいね。また次回お会いしましょう。